あ、そういえばさ、うん、入れ墨ってさ、はい、日本完全違法なんだよね。違法なの？うん、だって針刺していいのは医者と看護婦だけだもん。あ、そっか、医療法違反。なるほどね。入れ墨をする方、入れ墨師はアウトなの？うん、完全違法。へえ。そうだ、これ捕まって裁判になって、うん、で入れ墨師っていうのがもう、まあ、江戸時代より前からずっといるんだけど、 それ歴史のある職業で需要と供給があるから、うん、入れ墨ってそういうものなんですよって言っても法律上違法だから違法って言って、まあそりゃそうだわっていう。眉毛隠してるじゃん、あれ違法で、エステの。あれも違法なんだ、うん、本当に法律上通したら確かにそうなんだけど、うん、入れ墨日本から消滅しちゃうわと思って。そうだよね、うん、じゃあなんで店あるの？違法です。でほらクラブでダンスも一回消滅しそうになっちゃうじゃん、うんうんうん、あのダンス自体も違法だからっていうので。でも一応なんとかあれってさ OK の流れに戻したじゃん、うん、あれはまだ法の解釈上余地はあったんだけど、うん、人間の体に針を刺すという医療行為は医療免許を持ってる人だけですよっていうところは崩せない気がするんだよね。そうだね。だからピアスも実は医者以外やるのは違法です。あれ厳密にいくとあれ、うん、親が子供の髪の毛切るのってダメなんだよね。めんどくせえ。そうなの？うん、一応ね、あれ確かね暴行になったのがあったはず。だから本当にやるんだったらあの利用者の免許みたいな、うん、だからすごくめんどくさいね法律って。ちゃんと守るとすると、まあ同意の上であれば家庭の中だし別に基本問題は起きないんだけど、うんうんうん。